なんだっけ、旧豊島園にハリーポッターの施設ができてて、最近弟といっぱいデートしてて嬉しい。あれ全然謎解き関係なく、ハリーポッターのいろんな施設とか、なんだ、映画に使われたセットとかが来るみたい。そういうの。昨日弟に久々に会ったんですよ。あの、謎解き一緒に行ったりしたんですけど。そしたら、今日、急に母から電話がかかってきて、ねえ、昨日、弟と会ったんでしょ？どうだった？って言って、弟に会うとね、次の日にお母さんから電話がかかってくるの、うち。心配だから。心配なわけ。うちの弟のことはね、母がすごい心配してるわけ。だから、弟と会った次の日は絶対に電話かかってくる。どうだった？なんかあの、ほら、潰瘍性大腸炎やってるから、あ、モコさんとかと同じやつ。指定難病。あれでさ、半年とか結構、大学休んでたから、友達いないって言ってんの。友達いないって。だから、そうそう、遊ぶたびに、めちゃくちゃ母から電話かかってくるんだけど。で、今日も電話したわけ。電話かかってきて、話したの。まあ、元気だったよ、つって。でもあの子本当になんか友達がいないとか言ってるから、なっちゃん遊んであげてね。ああ、そう。じゃあ、なんか、夏休みとかどっか行く？いいよ、全然連れてくよ。でもあの子、なんか、夏休みは、なんか友達の別荘にずっと行くって言ってて、なんか忙しいらしいの。全然友達いるじゃんか。なんだよ。全然友達いるじゃんか。なんだよ。いるよね。そのなんか、僕って友達いないんだとかさ、私って全然すごい孤独なのとか言いながらさ、そうやって、なんか、あれ別荘に、夏休みかけて行くんですかみたいな。いるよね。うん。そう、レベルが違う。そう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 。なんか、ぼっちと、なんていうの、神聖ぼっちとレベルが全然違うわけよ。だから、私が慰めてあげようと思ってさ、うちは遊びに来ないよとか言うと、逆に私が傷つくって。いや、友達と普通に夏休み予定あるんで。ぼっちじゃないじゃないか。あ、なんなんだよ。ダメだ、ダメだ。意味わかんない。真のぼっちというのはね、そういうんじゃないからね。わかってないよ。真のぼっちは真っ白だよ。予定帳が。予定帳が真っ白。本当に。何言ってんの？だからもう、夏休みの予定なんてもう仕事の予定しか入ってないわ。どういうこと？どういうこと？教えてほしいわ。ねえ。予定帳。あ、一応予定帳、いや、意味なしてるよ。一応ね。そう、仕事とか。もう、一応、まあ、赤字でしか書いてないみたい。その、ねえ。私も書きたい。何々ちゃんち行くみたいな。書きたい、書きたいです。そうそうそう。ねえ。お母さんこっちの方が重症です。本当だよね。心配するべき対象間違ってないっていう。いや、弟は大丈夫。私は分かってる。あいつは大丈夫なタイプ。うん。検品が言うんだから間違いない。でもね、なんかね、妹ちゃんもやっぱ病んでるわけ。こないだも言ったんだけど。妹も病みがちなの。今中学3年かな？で、なんか新しいクラスに友達がおらんっつって、病んでるんだって。で、すっごい病んじゃって、もうなんか学校行きたくないってなっちゃったらしいのね、一回。で、おかんはすごい心配だから、先生にも相談したんだって。うちの子大丈夫ですかねって。うん。もう心配だろうね。その学校行きたくないっていうか。たら、お宅の娘さん、まあ、確かにもしかしたら友達がいないって言ってるかもしれないですけど、あの、休み時間は彼女の周りにたくさんの人がいますよ。ああ、なるほどね。あ、人がいるんだ。と思って。あ、じゃあ、全然、話せる人いるんだね。話してるんだ、みたい。よかったね、って母に言ったら。それがね、夏希、なんか今度の休みの時に、ディズニーランドに友達と行くっていうのよ。で、この間、買い出しに行って、なんかその、〇〇ちゃんと全く同じ服で、双子コーデで行くんだって言ってて、この間一緒に買い物行っちゃった。ケンピそんな青春したことない、と思って。あれ？あれ？あれ？
大丈夫大丈夫、皆さん孤独かと思うかもしれないけど大丈夫、姉がいる、ケンピがいる、本当に心配しないで。ディズニーランドに双子コーデで行く相手がいるなら全然大丈夫だから、本当にな、ぼっちではない、それな、なんか友達がいない孤独ピエッチってでも結構私親身になって聞くんだけど、毎回なぜか私が傷つくっていうどうしたんって、ぼっちなん、話聞こうかっつって、全然ぼっちじゃないやんけ、なんなんだこれ、なんで私が傷つくの、わけわかんないわね。いや別に孤独に思うってのは自由だよ、自由だし、しんどいっていう風に思うのもね、いるかも、私ぼっちだってそういう風に語る瞬間もあるかもしれんけど、ただなんていうのかな、おまんが自分のことをぼっちっていうことによって傷つく真のぼっちが他にいるかもしれないと、そのようにこう、ね、優しく考えてあげてほしい。もなんかいるじゃん時々、その私ぼっちなんですっていうさことを言う YouTuber とか TikToker に対して、お前ぼっちじゃないだろみたいな、親の仇みたいに叩く人いるけど、ぼっちって言ってもまあなんか言いたい時あるかもしれんけど、ただお前がぼっちということにより傷つく真のぼっちがいるということは気づいてほしいよ。涙が出る、ぼっちじゃないやん、仲間かと思ったのに、そういうことだよ、そういうことです、そこをね、そこを見てあげてほしい、そういうことですよね、うん、あ、私はすべての人に寄り添います、はいはい、全然聞きます、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとう。